仕事で時々人前に出て話すことがあるのですが、緊張してしまい、いつも思うように話せません。エミちゃんのライブはいつも堂々としていて、とても緊張しているようには見えませんが、実際はどうなんですか？また緊張しないコツやおまじないなどあったら教えてください。リクエストは人間やめたいでお願いします。初ステージの時めっちゃ緊張した。5年前にギターを買ってね。あ、ギター買って半年後。の7月、友達にね、オリジナルがあるんだったらさ、ライブしたらどうって言われて、お友達がセッティングしてくださって、思い出で1回だけ出てもいいかなみたいな感じで出たんですよね。マスターにさ、すごい気に入られちゃって、その時にさ、それで次いつ出てくれるって言われて、主婦やし家もあるから出れるかどうか主人に聞いてみないとちょっとわからないですみたいな話をしてて、その場でさ、ちょっと聞いてっていう感じで言われて、主人にその場で電話したんだよ。次も出てっていつ出てくれるのって言われたんだけどって言ってさ、1ヶ月後の日曜日やったっけな、なんかだったらいいよみたいなこと、子供見れるよみたいなこと言ってくれて、その次の日曜日のスケジュールをその時にさ伝えたから、もう次また来てねみたいな。1ヶ月に1回ずつぐらい、やっぱりね、慣れやな、慣れ。その都度すごく喜んでくれたらめっちゃウェルカムな状態じゃん。そういうところで最初からやれたっていうのもあったのかもしれないな。ライブをやるって言っても、その初めましての人ばっかりじゃなくて、もうだんだん常連さんとかが増えてきて、ありがたいことにね、なんかいつもね、なんか家族にね会うみたいな感覚、家族に会う時って緊張しないでしょ、そんな感覚なの。去年の年末東京でライブやったんだよね。それはブッキングライブでさ、関東ではライブは本当に全然してないので、初めましての方が結構来てくださったんだよね。でもその中でもわざわざさ、関西からさ東京にさ、ライブにさ見に来てくださる方々もいらっしゃって、そういう方々はもう一番前とかに座ったりとかして、もう一番前の列全員知ってる顔、いつもライブで見る顔とか、そんな顔だったりするのでね、本当にねホッとするしね、余計緊張がほぐれる。前にファミリーが座ってくださってるから、それのおかげで全然緊張しなかった。タライガートさんの場合は、仕事で人前に出て話すっていうのは毎回知らない人の前で話すのかな。それだったら私も緊張するかもしれないけど、そういう時は練習しかないかもしれない。プレゼンの練習をするとかね。あと、その人前に出て話すところに、同じ職場のさ、すごくさ、その人の顔を見たら安心するみたいな、なんかすごい仲いい人とか、もしおったら、とりあえずその人にそこに座ってもらってたらいいんじゃないかな。人間やめたいです。どうぞ。